ティカ。パラスティカの豆だと澤部です。今31に来ました。いえ、そば食べた後にね。マジ本当ちょっともうここで寝たい気分だ。今寝ないでください。企画がもう一歩あります。新メニューもあって、まあ、ちょっとそれもいいなって思ったんですけど、うん、裏技があるって知ってます？全然知らなかった。それ知らなかった、うん、そう調べたら裏技っていうのがあって、全部のアイスがなんかシェイクにできるらしいんですよ。マックシェイクみたいな、そういうこと？そう、ミルクとアイスをブンってこう混ぜてシェイクにしてくれるのってブンって。なんでちょっと今日それを注文してできるのかを本当に一応検証したい、うん、頼んでみましょう。パラスティカ新メニューね、この美味しそうイチゴのやつと、これ何？何これ？ピスタチオ、塩キャラメル、チョコレート、絶対美味しい、これこれ美味しいかって、これ美味しいかって、これもまあなんか可愛いですね。全部でできるでしょ？できるって書いてあった。なんかさ、でもさ、こういうのさ、このピンクパッチキャンマックスとかってできるのかね。ね、気になるよ、ね、ちょっと気になる。可愛い、可愛すぎるな、これ以上。でもダメだよ、シェイクにしないとうちらの企画の意味がないので。あ、ね、やだよ、やだよ。シェイクにしましょう。シェイク1個でいいよ。1個でいいよ。1個でいいよ。1個でいいの？1個でいいです。アイス1個でいいの？アイス1個でアレンジを取り切る。そうで、それでいいです。大丈夫、それでいいです。成立する、それで。するするするよ。 OK、 よかった、じゃあ行きましょう。 OK です。 OK です。パラスティカ、すいません、ホッピングシャワーをシェイクにしてほしいのと、あとこのカモフラのやつをトリプルでコーンで。パラスティカ、はい、来ました。来ました。この間発売されたカモフラ柄のアイス3つをトリプルにしました。はい、見て、かわいいのよ、すごいさ。かわいい。でもちょっと下のやつ見えなくなっちゃったんだけど。そうだね、美味しそうでしょ。めっちゃ美味しそう。インスタとかにさ、載せたらさ、いいよね。いい、多分めっちゃいい。そこでさ、白い壁があってさ、私もそこで撮ったんだけどさ、うん、壁にアイスついてて、うん、みんな絶対こうやって撮ったんだろうなって思いました。本題のそう、これはもうちょっとあの、お遊び。そう、これはお遊びです。はい、今日のうちらのおやつね、これですよ、今回の企画は、はい、裏技ということで、うん、ホッピングシャワーをシェイクにしてもらったの。思ったより緩い感じになった、うん。下にあのホッピングシャワーの粒がね、粒がいるの。飲んでいい？いいよ、飲んで。いただきます。あ、美味しい。美味しい？マックのシェイクよりね、うん、アイスしてないの、意外と。へー、なんかさ、マックのシェイクってさ、うわ冷たくて頭キーンですみたいなとかあるじゃん、うん、あるあるある。結構なんか飲みやすくて、ミルク感もなんか結構強いから。そうなんだ。なんならなんか出勤前とか学校前とかにピッて買って、うん、ピッて飲んでいきたいぐらい、朝ごはんになるレベル。あ、ほんと、うん、ほんとだね、飲みやすい。ちょっとこの味食べたいんだけど、うん、アイス食べるまででもないなって感じだったら、うん、サーティワン来てさ、アイス食べるまでもないも何もないんだけど、でもこれ普通にさ、手も汚れないしさ、そうそうそう、溶けてもさ、うん、全然美味しく食べれる。ね、いいよね。うん、これいい。しかもこれシェイクにするのお金かかってないよね。そこかかってない。かかってない。別途料金とかないよ。ただシェイクにしてくださいって言ったら、うん、OK ですみたいな感じでシェイクにしてくれるから、はい、おすすめ。うん、青いやつ、いじゃいくね。青いやつが一番可愛いかも、なんか。ね、色がね。ちょっと味の名前は忘れたんで、後で貼っときます。うんま。何味？ライチっぽい。なんとなく、なんとなくだけどね。うん、なんのライチじゃないかもしれないそう、ごめんね、ランチじゃなかったら。でもなんか、ちょっと見たんだけど、ソルトなんとかみたいな、そう。それがうまい、夏っぽいね。へぇ、ウェイクね。うん、あー、多分ベリー系。ベリー系だよね。そう、そういう系、なんかラズベリーとか。へぇ、わかんないけど、美味しい。最後、下いきます。この下の位置も美味しそうだったよね。うん、キャラメルとかだもんね。美味しい、美味しい。キャラメルとチョコっぽい。へぇ、全然味ね、一個一個違うわ。下はもう、キャラメルは濃厚系だし、このブルーのやつはさっぱり系やへ、うんうん、上も割とさっぱり系かな。パラスティカ、皆さんもぜひ無料でシェイクにできるので、気になる方やってみてください。はい、サーティワンの裏技でした、うん、で、これ新作ですね、うん、カモフラ柄、カモフラ柄ファッションアイスクリーム、うん。
気になる方もぜひ食べてみてください。私たちのインスタグラムのフォローが下の概要欄からできます。動画聞いてくれたら高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、はい、以上パラスティカでした。食べて倒れそうだったもんね。ちょっと回復した。よかったよかった。